いや、私の名前は聖徳太子だ。私、花かぼちゃ。引っ越ししました。11月入ってから3ヶ月、めちゃくちゃ忙しかったです。ありがたいことだけどね。忙しいことはね。まあなんで急にね、実家を離れたかと言いますと、シンプルに、もう自分の部屋は限界だった。汚すぎて。汚いというよりかは、自分の造形物だったり、増えていく衣装、余っていく造形の素材たち、あと、もう収まりきれない推しのグッズだったりとか、もういっぱいいっぱいで弟と姉貴の部屋を侵食しております。シンプルな理由でございます。そして私の活動も冒険をしようと思いまして、マイ法隆寺をゲットしました。マイ法隆寺初コスプレは聖徳太子です。初めてコスプレの衣装を持ち込んだのも聖徳太子です。感深いよね。まあいろいろね、いいタイミングだったと思います。姉貴もね、第二子出産してね、今実家に暮らしてるんですよ。大変だからね、赤ちゃんって。私たちより位高いから、赤様だから。赤ちゃん、赤様。私の部屋を衣装部屋だったりとかね、にしてね、ちょっともっと身軽にできるようにしようかなと思いますのでね、こっちの方がちょっときついんですけども、まあそれでも頑張っていきたいと思いますので、皆様今後とも花かぼちゃよろしくお願いいたします。というわけで今回は心機一転プラス初法隆寺での聖徳クッキング。今回作るのは初心に戻って、あの頃作っていた塩昆布オムライスをリベンジしたいと思います。それじゃあレッツショートクッキング。まずは卵。いや、マジ忙しかった。この数ヶ月アパート探しとかね、家具とかそういうもろもろのね、買い出しだったりとか、ほんと忙しかった。引っ越しって大変なんだね。新しいレンジね、これでたくさんチンチンしちゃうぞ。あの頃のあれがスタートだったね。すべてはツイッターでバズってから私のイメージが塩昆布になってしまった。この玉ねぎちょっとやばいかもしれない。長澤くんの顔ムキムキ。いや、私もね、あれから100品以上料理作ってるからね、だいぶ料理がうまくなったと思うからね。みんな見てて、私のみじん切り、福間水寿司。あ、めっちゃ飛んだ。あ、で福間水寿司。あ、痛い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 、危ない危ない、自分の指切るとこだった。まな板がちっちゃい。まな板がちっちゃい。まな板もうちょっと大きいやつにすればよかった。あ、ピーマン入れてた気がする。ピーマンのピー君。私は一人暮らしは2年間ぐらいだけ経験したことあるんだ。あの頃は学生でね、3ヶ月で13キロ痩せたんだよ。毎日自炊してたから、肉じゃがとカレーをループしてた。おかげでアパートカレー臭かった。ごま油をたっと、じゃん、サバの塩焼き。あ、違った、竹中さんの塩焼きだ。そう、あの時はね、残り物のね、焼き魚をね、ほぐして入れてた気がするんだ。懐かしいね。というわけで今回マイ法隆寺初めてのレンジでチン。玉ねぎをね、千円チャーシュー。その間ピーマンもちょっと種取ってと。あ、チン。なんか今まで使ってた、実家の時の使ってたレンジとちょっと違うから、ちょっと調子狂っちゃうな。めっちゃけ久々のショートクッキングなんだよね。最近全然動画出してなくて申し訳ない。でもこれからは頑張ってね、料理動画出していくからね。コスプレイヤーのはずだから料理動画作るってちょっとおかしいよね。コスプレ出せよってことだよね。よいしょっと。さあ、あー、俺ファミマのこのサーバー大好きなんだよ。この2年修行してきたから。ほら見て、私のこの華麗なるフライパンさばき。あ、うまいわ私。しかも今回はガス。そう、 IH じゃなくて今回はガスだから。そう、絶対にうまいわ。サバサバほぐし、そして私は皮まで食べるか。うまい。そして冷やご飯、一応冷やご飯もレンジで。いや、扱いが難しくてさ、ジュシーン。私は片手で割れるからな。はい、お、前より上手くなってない？片手で割れるんだよ私。昔と全然違う私、やっぱ成長してる私。うまくいった。こいしょ。お、チュン。よし、あ、
あつつ、あつ、あつ、あつ外観鉄地線。あー、飛んだ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 。ここで私の腕の見せ所よ。はい、おおおうまいわ私。おお、うまいわ私。あー、飛んだ。あー、もったいない。さらにここに竹中さんを。外観鉄地線。あ、チャーハンじゃん。サバチャーハンだこれ。ニラも入れちゃおう。はい、ニラ。それもうピピーマンも入れちまえ。おろろろろろろ。やっぱ法隆寺といえば草だからね。胡椒は余ってる3倍だ。これが欲しかったか私。鶏ガラスープの素。はい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 。サバ入れてるのに鶏ガラスープってちょっと変だよね。いや、やっぱいらなかったな。これはちょっと邪道だったな。こういうのからしない。こいつが低い。うわ、サバにニラって臭そう。あ、ここにニンニク入れりゃいいんだ。臭いオブ臭いメニューだこれ。何も成長してない。でもニンニクとか入ってるやつってうまいんだよね。いや、もうこれただのサバチャーハンだよ。サバにニラにニンニクってもう激臭だよ。よっとい。あー、立派なニラチャーハン。これだけで美味しいよ絶対。だが成長を見せるのはここからだ。私のこの2年の成果を見せてやる。行くと、アスカブンカタック。あ、ちょっと冷やしすぎたかも。お、お、お、うまいんじゃない？うまいんじゃない？私。ほ、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 分かってないよく。これの、これ、こいつの原理が分からん。ほい、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 ほい。くそ、分からん。このこいつの原理が分からん。よし、来た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 。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？カツボクセ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、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 火通しすぎた。まあ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 。まあ、60点。まあ、昔よっかはね、綺麗じゃん。さあ、塩昆布。塩昆布だ。そう、あの頃違ってね、私はね、刻んでね、中に入れるんじゃなくてね、ここにちょっと乗せる技術を覚えたんだ。やばい、え、ん？塩昆布がない。ほんまちょっとしかね、気持ちぐらいしかねえぞこれ。チーズもない。あ、ベーコンあるんじゃん。だってほんとこれだけ。なんか別のもんないかな。梅しそゆかりか。これはいや、ダメダメダメ、ゆかりはダメ。俺、私ゆかりのキャラになっちゃう。今年ゆかりキャラになっちゃう。ダメ、ゆかりは難しいって。あ、わかめしかない。ゆかりをパラ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 。あ、でもおしゃれじゃない。ちょっとゆかりちょっとおしゃれね。完成、サバオムライスかっこリベンジ版。まあまあ、でも見た目は昔よりかは綺麗じゃない。いい感じにできました。それじゃあいただきます。あ、スプーン忘れた。ちゃんとした料理になってない。やっぱ人って成長するんだね、続けると。ほら、美味しそうじゃない。いただきます。うん、サバチャーハンだ。うまっ。サバチャーハンの方が良かった。オムライスにする必要ない。オムはいらない。ちょっとゆかりと一緒に食ってみよう。うん、ちょっと喧嘩するけど、でもゆかりのさっぱりさがあってうまいねこれ。あ、ゆかりうまいね。ゆかりありかもね。あ、でも塩昆布うまいわ。うん、塩昆布うまい。ほんといろいろなことがあったけど、なんとか皆様のおかげでね、今もまだこうやってコスプレして活動できてるからね、ほんと皆様本当にありがとうございました。あ、でもこれマジうまいな。最近はね、なんか地震だったりとかバッドなニュースばっかり続くけど、2024年はね、明るいね、年になればいいよね、これから。今後ね、今後はね、やっぱね、マイ法隆寺でね活動するからさ、家族とのねやり取りがね、親がね関われないっていうのはね、ちょっと申し訳ないですよ本当。視聴者の皆様には家族のねやり取りが好きやったかもしれないんですけど、うん、両親にはめちゃくちゃ感謝してます。あとね、分かってたけどね、改めて両親のねありがたさをね実感しました。マイ法隆寺をね手に入れてからね、家事とかね全部やるようになってからね、なおさら自分の時間が取れなくなったんだよ。だから今までね30手前までねこういうことをやっとったがね、続けられてもやっぱ両親のねあの協力があってこそなんですよね。ほんと改めてありがたいと思います。ありがとうございます。この場を借りて、やっぱ親の助けがあってこそ今までが来れたんだなって思ってるんでね、本当にいつかちゃんと親孝行できればねいいなと思っております。あ、うまいな。
シソうまいな。うん、うん、玉ねぎじゃなくて普通のネギ刻んで入れればよかったなこれ。うん、玉ねぎ欲しかったな。美味しかったです。はい、セッション2024年花かぼちゃ、今後ともよろしくお願いいたします。